子供の頃に。まあ、絵は描くのは好きだったんですよね。でまあ。広告の裏紙っていうのがまだあって。当時は両面カラーじゃないからこうか。裏は。まあ、無地なんだよね。で、無地の広告を親が大量に取っといてくれて。 っていうのは結局僕が大量に紙を消費する子どもだったから多分買って与えるよりもその方がいいっていうのもあったんだろうけどで何を書いてたかっていうと多分まあゲームとか漫画とかの絵をみんなが描いてたように僕もか最初そういうのを書いてみるんだけどなんかどうも他の子のように上手に描けないんだよね。まあマリオとか マリオ描けないなーってなってでもただ考えてみるとマリオが描きたいわけじゃなくて絵が僕は描きたいわけであのブロックなら描けるとあのマリオに出てくるステージの方ね。でブロックなら僕でも描けるからそのまあこう。 広告の裏紙にこうブロックをこういっぱい書いてって、ステージを作るんですよね。こうマリオが遊ぶための。それで、一枚書き終わったらセロテープでこうつなげて。次の紙、次の紙ってやっていくと。ずっと絵が描けるんです。で、まあ。マリオは僕描けないから。誰かが描いてもらったの、キリンてこうやって。遊んだりとか。 あとドラクエとかそのもうそのなんかこう勇者みたいなのは描けないんですよね僕は上手に。でもなんかその地図の方なら描けるからこう山とか木をこうちっちゃい紙にいっぱい描いていくとこう多分繰り返すってことに多分興味があってで繰り返してる限りはこう続いていけるし終わんないで済むしうまあ、上手く描く必要もない。 だからやってることっていうのは多分そのマスキングテープを貼って書いて書くとこがなくなったらまたマスキングテープを貼ってって壁に書いてったこととその時はその時で必死でそういう発明をしたつもりだったけど子供の頃にすでにやってたみたいなところはまあ後からあのうん聞かれて。 っっっててて話してみるとなないのかなって思ったりもします、まあ子どもの頃の記憶なんで結構曖昧なんですけど僕のかなり古い記憶ですごい鮮明に覚えてるのが若い女の先生たちに混じって多分ボランティアで来てたこうなんか絵心のあるおじい当時の僕が見たおじいちゃんに見えたけどもしかしたら。 僕ぐらいの年だったかかもしれないけどわかんないいけけどどわん年配のおじさんが先生として来ててでその人と一緒にアジサイの絵をみんなで描いてでその後に何かあの水彩絵の具を使ってなんか綺麗な灰色を作りましょうって言われてで灰色って白と黒を混ぜたらできるけど白と黒は使っちゃいけませんって言われたんだよね。 で灰色っってて嫌だなってみんな子どもだからなんか汚ね色みたいな灰色っていったらいいイメージがなかったんだけどなんか絵の具を適当に34個混ぜてると灰色ができるから綺麗な灰色を作りましょうって言われてで作ってまあ水をいっぱい入れてでそのクレヨンで描いた紫陽花の上にこうバーってやるとはこう背景が灰色。 がーて見えるでその時になんかすごいそれを塗ってる時の記憶がすごいあって自分が汚いと思ってた色を塗ることでなんか画面がこうしかもそれは白と黒の灰色じゃないだから知らなかったことがなんかこう23個重なった時の衝撃みたいなのがあって。 でもそれって多分ね歳歳とか4歳の記憶なんだよねやっぱで、ね、もその時に多分すごいその書く喜びみたいなのの原体験としてそういうことがあってあれ誰だったんだろうなとって今思うとその人た <laughs> 多分そういう影響とかもあるし多分そこにすごいでもそれを最初期の記憶として。 そこをなんかう受け取るってことはやっぱその興味ももともとあったんだと思うんですよね多分ね僕はずっと下手だったんですよね映画。多分他の子たちよりも描けなかったその車精大会とかで校庭に消防車とかが来てもなんか明らかにタイヤの数とかを 間違えて書いちゃったりとかをしてもそんなに気にしないっていうか上手に書けてないことをただやっぱりその書くっていう喜びを保持しててでそれって何だろうって思うと恥ずかしくないんだよね下手でも別に。隠さなないいいっっててううか書く喜びみたいこうやだだだんだん自分が下手だって って言われてることに気づかないっていうかそもそもそんなに上手とも思ってないけどでまあ上手い下手って言葉を覚えたりしてやめていくんだよね大体みんなどっかのタイミングで。やめなかったっていうその多分それってまあ小学校高学年か中学 生ぐらいでみんなこう恥ずかしさみたいなことを覚えて隠したりするんだけどずっと書いてたっていうか自分の驚きと喜びのために書いてるみたいなそれでもやっぱりその高校卒業する頃になってくると、まあ、陶芸僕その時勉強したんだけど。 陶芸まあいいなと思ってまあそれなりに一生懸命やってやればやるほど絵の方が楽しいんじゃないかなみたいな気持ちもあってでまあ絵を頑張ろうって思っても人に何か会わずにまあそういうイメージだから絵描きってもなんかこう寄せて人みたいなアトリエにこもって誰にも会わずに描き続けるんだって一大決心をして。 ギュッてかじきったらなんかすごい幸運なことに書くっていうことが自分にとって最大のコミュニケーションツールで、まあ、書けば書くほどこう人とつながっていくみたいなだからコミュニケーションをこう排除したつもりが最も自分にとって適した。 ものだったんでねそれは人だけじゃなくてなんかこういう画材とか土とかテープとかとのコミュニケーションもあるし空間建物とか道とかとのコミュニケーションツールとしてもその書くってことが自分は一番多分得意で。 気づいたら家に帰れないみたいな生活になっていくんですよね最初にこう恐れ羨まってた土っていうのとすごい距離が近づいていくんだよねでまあそれは別にいいこととか悪いことっていうんじゃなくて経験値としてもうつみす。 距離が近づいてでその時に何か「土で帰ってほしい」っていう話とかもうはあ初めからこう決,、ま、決定事項みたいにできすぎてるなっていうふうに感じることが増えてきてそれでまあ何か違う。 あののりまあ、だから今までその自分が作った自分っていうのをやっぱり超えないといけないタイミングが来てるのかなっていうのがまあ最近の、うん、考えてることっていうかまあ素材を変えれば乗り越えられるっていうもんでもないと思うんだけどでも違うところに行くことで。 また土が新鮮に見えるっていうの,は絶対あるので、でまあ去年から鹿の地っていうこれまでの自分の経験とは全く正反対って言ってもいいような,なんだろうこうずっと一緒にいたいとは思わない素材っていう、まあ、手癖のようにテープとかずっと触ったりとか。 土もこうやって去ってるだけで気持ちいいけどもう血とかこういうところに着いたらすぐ拭くみたいなアトリエの床に垂れてもすぐ拭くみたいなそういうものを使って描こうっていうふうに思うようになったっていうのはすごい大きな変化だったと思います。もともととと動物だかからその土に触れて,るっているうことでなんか 本質的にには多分不快に思わないはずで靴履いたりアスファルト引いたり靴下履いたりしてるからたまにこう土がつくとついちゃったって思うかもしれないけどでも本来的には土に触れてる状態で暮らしてたわけだからそんなに多分それは多分あのうわ 嫌がる素振りは見せても多分みんな嫌じゃないんですよねあの森とかに行ってあの誰も見てないとこで靴脱いでこうちょっと靴脱いでこう見たら絶対気持ちいいっていうかみんなその後まあタオルとかで一生懸命拭いたりするのかもしれないけどだからまあそういうその。 結構だから懐の大きい素材を僕はずっと共にやってたんだなとかっていうのは思っていて鹿の血はやっぱりなんかすごく深いっていうかまあ生き物の生々しさまあ僕は油絵の具もなんかちょっとそれが。 でで使っってなかったんですよねこう手に触れた時に不快になるっていうか油っていうなんかものが持ってるなんか水とは違うぞっていうまあ血はなんかそれ以上になんかこう生き物であるがゆえにすごい死っていうのをい連想させるその血っていうものが目の前にあるってことは入ってたものから出ちゃってるってことだから。 なんかなんだろうこうもう時間が残されてないぞみたいな感じがあるんですよねでそれってのはすごい怖いことでまあ匂いとかもすごいですしとはいえまだ多分生きてるだへすごいスピードで変化をしていこうとしてて。 なんかやっぱでもその頭では嫌なんですけどすごいそのさらに恐ろしいのが頭では嫌なんだけど本能っていうかその生き物としてのそのうん無意識のところではその。 すごい嫌だなって思って死とかを連想させるそれをなんかふとした瞬間に口に運ぼうとするなんか感覚っていうのが例えばこうここに土が入っててこれ今コーヒーですけど土と水が入っててこれ気持ちいいんだよねって言ってこう触れるけどでもこれを口に入れようとはまずしないんですよね。が入ってんだよねっててんんだだよよねね嫌な言っても なんかふとした瞬間にこう飲もう飲もうかなみたいに思ってる自分がなんかこう表面じゃないところにいるっていうでそれは多分本来血が血が持ってるものと自分が持ってるもの両方がき引き合うっていうかやっぱり血は体を求めてるっていうか入れ物がないと死んじゃうしで僕もこれが 栄養価の高い何かであると思ってんだと思うんだよね。動物として。だそういうのってなんか今まで思ってたことと本当に全部が逆で。うんあのずっと自分は植物的な思考方法を持ってものを作るその子供の頃に。 足りなくなったらテープで足していけば、どんどん続いていくみたいな。でも多分地で書くっていうのは。なんていうか。もっとこう。引き算っていうか。今あるもので何とかして。うん、なんか時間をかけて作っていく。みんなで。一緒にやるとか。 じゃない感じですね、今のところ自分の中では。生命の庭っていうテーマ。がやっぱ結構。まあ、今回出す作品。を選んだ。理由にはなってて。やっぱ、その。 さっきお話しした鹿の血の作品をそういうやっぱ公共の美術館で出せる時があんのかなっていうのはちょっと狙っていたっていうのもあったしまあそれをどう人が見んのかなっていうの中でテーマとはすごい合ってるなと思ったのでまあその血の絵でその血の絵には対になってる泥の。 同じ構図の正面向きの人間の人間のようなものの,あの絵があるんですけどそれをまあく組み合わせた形で展示しようと、まあ、展示します。うん、でまあその。 自分の中でその両極端にあるものを同じ構図で書くことで何か分かることが多分あるんだと思っていてでなんかそれをこう解明するための展示でもあると思ってて、うん、まあたすごい楽しみにしてますそれは。